ういっす、どうもダキでございます。ってことで今回はですね、最強フォーメーション紹介ということでですね、まあ、デビアンで10連勝とかしたらいつもフォーメーション紹介とか、あと使用感いいフォーメーションとかやったら紹介してるんですけども、また今回ね、皆さんにおすすめできそうなフォーメーション見つけたので紹介していきたいと思います。ここからね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 連勝と、まあ、してね、結構ね使用感ほんまにいいんですよ。で、まあ、そっから、まあ、負けたり勝ったりを繰り返してるんですけども、とにかく使用感いいんでこのフォーメーションを教えます。でそのフォーメーションがこちらの 3-2-2-3、まあ、リジ 3CF ですね。ということでですね、まあ、人選解説をパッとして、まあ、1試合やっていきたいと思うんですけども、まずチームスタイルロングカウンターですね。ロングカウンターで僕テンハフ監督使ってますね、はい、やっぱりロングカウンターやったらね、まあ、今マンチェスターユナイテッドの監督パックで出るテンハフ監督使ったらいいと思いますね。購入もし検討してる方いたらぜひ買ってみてください。あ、そう、人選解説した後にこのフォーメーションの長所と短所を教えていきますね。まずキーパーは、まあ、自分の信頼してる人を使ってください。でセンターバックも同等にね、自分の信頼してる人、僕はねグバルディオルやったりネスタアラウフだったりを使ってます。まあ、サブに富安を置いてる感じですね。でここの2ボランチっていうのがディフェンス系統の選手を入れたくて、まあ、最初はね僕モドリッチとか入れてたんですけど、一応片方最初はちょっと守備固めながら試合したいので、まあ、ロドリとマケレレ使ってます。でロドリ調子悪かったらザカリア入れて、マケレレが調子悪かったらモドリッチかデヨングですね、入れてますね。で左サイドハーフが、ロベカルなんですけども、こちらね特殊ダブルタッチをつけておりますので、まあそうですね、クロスもまあたまにしか上げないんですけど、まあ、パス上手くてシュートできて感じですね。プレイスタイルはそんな気にしてないんですけども、まあネイマールでもいいかなと思って、まあ、ロベカル調子悪かったらネイマール、はい、まあロベカルかネイマールを使っております。で右がデンベレということで、デンベレもね同様ですね、もし調子悪かったらラファシウバ使うようにしてます。まあここはね2列目の飛び出し、まあ無印、まあ何でも使うようにはしてますね、はい。まあ僕的なおすすめは無印か2列目の飛び出しですかね。で次 ST の方ですね。 ST の方がですね、チャンメと2列目の飛び出しっていうのを使いたいんですけど、まあ一応僕ね今ビジャ使ってて、まあこれ無印なんですけども、まあ、無印でもいいと思います。まあ無印、チャンメ、2列目のどれかを、両方どっちもチャンメ、両方どっちも2列目、両方どっちも無印とかじゃなかったらいいと思うんで、この3つのプレイスタイルを一人一人、まあこの ST に入れていってください。で僕センターフォワードは絶対ライブレーが好きで、まあ、無印センターフォワードほんまにムバッペが調子悪い時だけ使うんですけども、ほぼムバッペかルンメで行ってるんで、そうですね、本当に、まあ、スパサブとかやったら関係ないんですけど、最初はやっぱライブレーが好きなんでムバッペ使ってますね、はい。で控えが、まあ、レオンはここですね、センターフォワードでスパサブで、ニョントが、まあ、調子見ながらことこの ST か左サイドハーフ使ってます。でグリーズマンが右の ST 使ってますね。でさっき言ったこれが控えですね、ムバッペの控え、ラファシウバがここかここですね、すいませんね説明下手で。でルンメもどこでもできますね、はい、ここやったら。でメッシはここです、はい、まあ、チャンメなんでチャンメ使って、まあ、例えば2列目のカカこっちみたいな感じでやりますね。でモドリッチ、まあ、デヨングは先ほど言った通りね、このマケレレの控え、まあ、ここでも使いますね。でザカリアがこの控えですね、はい、まあ、そんな感じで富安がセンターバックの控えという感じです。それでは早速ね長所を教えていきたいと思います。長所はですね、サイドがすごくキーになっておりまして、サイドがねすごく駆け上がってくれるので、でもサイドフリーになりやすいんですよ。例えばこっちからボール持って、まあ 4-1-4-1 みたいな攻め方なんですけど、パス出してこいつ持って、こいつパス出して、こいつ持って抜け出すみたいな形が多いですね。抜け出してコンカ、まあ、こっちやったらこっから攻めてカカ渡してビジャ渡してスルーパス、ロベーカルアウトスピンキックでゴールみたいなも多いですし、サイド警戒しすぎてんなと思ったらセンターフォワードにスルーパスみたいな形とか、まあ、あとはねいきなりここで横パスつないでビジャでダブルタッチコンカとか、こっちもロベカルダブルタッチインパクトシュート、カカカカのダブルタッチインパクトシュートとかできますし、これ結構ね攻撃はマジでしやすいです。で守備なんですよね問題は、まあ、守備そんな悪くないんですよ。まあ、2023とかやったら3バックほんまクソやったんですけど、V 入れ時代とかね、一時期疑似 3CF 流行った時のラッシュのアイコニックとかがめっちゃ流行ってた時なんですけども、そういう時みたいな感じで守備も全然安定はします。ただ3トップのフォーメーションにちょっと弱いなって気はします。なんで3トップのフォーメーション来たら、まあ最初はこれでいくんですけど、まあ1点2点決められ始めたらフォーメーション変更で 4-1-2-3 にして、はい、まあ変えてますね。 4-1-2-3 で攻めたりはしてます。 4-1-2-3 の時のまあ人選とかは、
僕特に考えてないので適正ポジションあったら入れるみたいな感じで使ってます。まああんまり4123することないですけど、まあ、今回はこのフォーメーションの解説ということなんでこのフォーメーションでいきたいと思います。それでは早速試合いきましょうか。はい、マッチングしました。お相手さんはメンバー揃ってますね。えぐいな。4141ですね。まあこんな感じで調子こんな感じなんで、まあ、マケレレと変えてモドリッチ出して、まああとはまあこのままでいきますか。冨安入れるか。冨安真ん中で入れて、まあ、こんな感じでいきたいと思います。対戦よろしくお願いします。僕なんかこういう解説動画でフォーメーション解説とかしたことあるんですけど、実際試合をやるってことが初めてなんで緊張はしてますが、はい、まあよろしくお願いします。まあ最初はね開幕防ぎたいですね。4141の方たちはよくね開幕してくるので、まず開幕を防ぐことですね。で縦を切ります。まず縦切りたいな。あ、嫌やな。危ないな。あー、だるいな早速決められたな。3バックの悪いとこ出たな。サイドに開かれた終わりですからね。繋いでいきますか。ここもサイドフリーになってますね。でまずちょっとあれどうした。まず中切りますね。マジで嘘、これ解説できてないなあ、マジか。開幕ですね。まあ開幕ゲーはね、まあこれまあいいですよね。開幕をやっちゃってね。まあ1点1点。いや普通にちょっと、まず開幕防いで、これねサイドの人戻ってくれるんですよ。あ、そうそう、言うの忘れてた。あのロングカウンターやったらサイドハーフ戻ってきてくれるんで、それええとこですよね。あとはね点も取りやすいんで、別に2点入れられたとしても、まあ、負けることはまだ考えられへんっていうね。よく2点とかでギブアップする方いると思うんですよね。けどまあ大丈夫です。これも、無理か。まああんな感じで、まあ、PG3CF のね、サイドの方も結構上がってきてくれるんで、サイドハーフ中に入ってきたとしても、サイド張ってくれてますし、まあそこはね、心配いりません。サイド流して真ん中っていうのが一番強いですね。無理か。これ、取れる。よし、OK。で、中。ロベタル、ダブタダブタでアウトスピン、完璧ですね。もうこんな感じでサイド流してダブタダブタでアウトスピン、まあコンカみたいな感じが一番強いですね、このフォーメーションね。ちょっとね最初2点取られちゃったんですけど、まあ追いつけましたね。でまあまあまあ2対2ですね。前半終了。ちょっとええとこ見せれてるんか、欠点も見せれてるし、まあまあまあいいフォーメーション解説ではないでしょうか。普段ねもっと失点は防げるんですけど、なんか最初2点取られちゃったって感じですね。たまにあるでしょそういう時ね。来ましたね。これこぼれ球かかで押し込みたいとこではあったな。落としたかった。これは読んでた。読まれてる。危ない。これもサイド張ってる。あー、で今回無理か。打っときましょうか。ロベカルで。いやーロベカル最強。いやもうロベカルね、だから好きなんですよ。クロスできる、シュートうまい、パスうまいってもう完璧じゃないですか。ここで、まあ、スパサブ出していきますね。調子的にはニョントとグリーズマンいい感じなんで、ここで置いてサイド、まあ、ネイマールと、まあ、ラファシューバーいきますか。こんな感じでいきたいと思います。真ん中怖いね。OK。この下のマップ見てフリーのとこ見つけてサイドサイドでまた抜け出すと。でこれ大外空いてるかな。一回バースト入れて追いつかれそうなんで、無理か。すいませんね、下手くそですよね、ごめんなさいね。相手攻撃的ですね。コーナーはニア攻めて、オフサイドでもいいからサイド渡してそのままクロス。無理か。あ、惜しい。ラグいね。走り出してる大外のグリーズマン。グリーズマンはヘディング弱いね。ダブタインパクト。やれよ、惜しいな。あと1点決めたいな。ちょっと3対2やったらちょっと怖い部分はありますね。これまずサイドも怖いんですけど、まず中央切ることは大事ですね。本当に中央やられたら終わるんでね。危なかった。さあこれ落ち着いて持ってニョントからまたサイド、ネイマールダブ出してここ、あー無理か。もうちょっと前通したかったな。まず縦切りますね。縦通したいんで、はい、サイド空いてるグリーズマンで、あ、今回できんかった。え、
マジか、今の皆さん婚化してください絶対。いや分かってるよね、誰でも分かるわ。あー見つける。まず縦、ね、縦切ること大事、ほんまに縦切ること大事。焦ってますねお相手さん。プルリンパ婚化、はい OK。 まあこんな感じで、まあ、まずサイドで中央を渡したりサイドから婚化、まあ切断ですね。ありがとうございました。はい、ということで試合見てもらったんですけど、まあ序盤に2点取られたんですけど4点取り返して勝つということで、まあね、ちょっとあんまり2点は取られすぎやけど、まあいつも1点か0点で抑えれて、まあ、かつ得点いっぱい取れたりするんでおすすめですし、まあなんか最近の思考は守備しとっても点取れな勝たれへんやろっていうことで、もう結構攻撃強いフォーメーションを探してて、まあ僕はねこの真ん中でも攻めれて中でも攻めれるっていうこの BG3CF 非常によく当てはまったし、ロングカウンターにしたらねだいぶ守備硬くなって3バックでもいけるようになったんで、今日も2ボランチいますし、まあ、僕は本当にこのフォーメーションをおすすめするんで騙されたと思って、まあ、僕の人選解説見て1回使ってくれて、まあよかったら使用感とかねコメントしてくださるととても嬉しいです。ってことでね、最近始めたんでぜひ YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。他にもね TikTok と Twitter やってるんでよかったらフォローよろしくお願いします。以上だけでした。これからも皆さんにね有益な情報を与えれるように頑張りますし、面白い実況もやっていきますんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで以上だけでした。さよなら、バイバイ。